ここは司令部だ。故郷から遠く離れたお前の家と思って過ごしてくれ。戦っていない時はここでキャリアを高めていくといい。装備を揃え、懸命に訓練し、仲間と交流するんだ。君はここで学ぶべきことがある。このビーチにいる誰もがこれはドイツ軍を押し戻すほんの一歩だと分かっている。レーヌへ進軍するためにも頼りにしているぞ。おい、どうした？師団に入隊しろ。前線に出る前に所属する師団を選んでくれ。各師団の映画を見てどこに所属するか決めるといい。私はアンドリュース隊員、陸軍歩兵師団の隊員をスカウトしに来た。隊員としてお前はどの部隊よりも多くの戦闘を経験することになる。勝利への先兵となれ。そのためにも個別の訓練を経て戦える状態に仕上げてもらう。これからお前のライフル射撃術を磨き上げるとともに格闘術も強化する。あらゆる距離の敵と戦えるようになるぞ。長距離での交戦時はライフル銃兵としての技術を持って敵を殲滅しろ。接近戦は銃剣術の教練を生かせばいい。訓練で汗を流し実戦に備えろ。ライフルを持って戦友たちと肩を並べれば怖いものはない。行く手を阻む者には銃剣の威力を思い知らせてやれ。さあ始めよう。よく来てくれた。我々空挺師団はアメリカ軍の中でも最強の即応部隊だ。空の兵士となるには体力、忍耐、精神力、そして何より勇気が求められる。これ以上の危険は存在しない。常に先陣を切り敵の目に映る最後の存在、いわば虚空のハンターだ。お前に覚悟があるなら歓迎しよう。枢軸軍を蹴散らすぞ。注目しろ。手早く説明を済ませてさっさと戦場に向かうぞ。私はイギリス機甲師団所属パークス少佐。機甲師団の仕事はただ一つ、解敵し殲滅する。我々は敵の機甲部隊や拠点と直接対峙することに特化している。また歩兵部隊から要請があれば直接火力支援も行う。我々の師団から分隊へは軽機関銃が支給される。師団員として仲間が進む道を確保するんだ。任務を果たせ。皆のために、祖国と王のため、その命を捧げてくれ。機甲兵の名誉だ、決して忘れるな。では始めようじゃないか。よくぞカナダ山岳師団へ志願してくれた。我々は連合軍の中でも精鋭だぞ。先陣を切って敵に飛び込みたいなら歩兵師団へ行け。敵をうがつ一撃がお好みならここがお前の場所だ。お前は本隊の目となる。全てを見渡すんだ。その照準の中に世界の全てを捉えろ。見渡せる場所に位置し任務を行え。気取られず、姿を見られず、敵が気づく前に終わらせる。お前が鋭い目を備え、狙撃のタイミングを待つ根気に加え、周囲の喧騒をよそに目標に集中できるなら山岳師団以外に居場所はない。注目、レジスタンスへようこそ。時間を無駄にする暇はない。敵が迫っている。手短に行こう。我々は新たな派遣軍の草分けだろう。妨害工作と秘密工作に特化している。闇に紛れて補給所から武器や爆発物を奪うんだ。最も有効な鹵獲品はほとばしる火炎で敵を焼き尽くすショットガン用焼夷弾だ。共に戦うなら全てを犠牲にする覚悟を求められることになる。我らはフランス派遣軍だ。
枢軸軍を怪人に帰する炎となれ。リバラレジスタンス、リバラフランス。私はアンドリュー、私はアンドリュース隊。よく来た。私はいい選択だな。歩兵は勝利への先兵だ。訓練を思い出せ。期待に応えろ。
索敵を開始。ターゲットの位置を確認。暴力者開始。敵の偵察機。撤退しろ。次に備えるんだ。
それを進めようと思った。気をつけるんだぞ。よくぞ志願した。調子はどうだ。私は第一補給中隊のグリーン伍長だ。装備を探しているなら任せてくれ。絞れないな。